現在ではあまり見なくなった名門ダグラス機。ボーイング等に押され、現在運航している会社は数少ない。それでも海外では少なからず運航している会社が、手で数えられるほどではあるが、残っている。しかし、割と最近に製造された機体であるのにもかかわらず、世界から消えた機体がある。その機体こそが MD90 だ。過去には日本航空、さらに過去をたどれば日本エアシステムが、運航していた。総生産機数は116機と、少なく、初飛行からたった27年で、姿を消してしまった。最後の名門ダグラス機に、一体何があったのだろうか。MD90 はダグラスの、ベストセラー DC-9 の、後継として MD-80 を、ベースにさらに近代化したナローボディ機だ。MD90 の最終組み立ては、カリフォルニア州、ロングビーチにあるマクドネルダグラスの、工場で行われた。エンジンに最新のものを装備し、燃費向上と航続距離延長を、図った。メンテナンス簡略化の一環として、MD88 のコックピットを、採用し、MD88 と同一の、操縦資格を実現した。外観ではエンジン以外に、MD90 と見分けをつけるのはほぼ困難であろう。1993年2月22日、MD90 は初飛行に成功し、ロングビーチ空港を離陸した初号機は5時間の飛行試験を実施した。初飛行において、基本的な耐から性の確認、各種操縦設定における操縦性の初期評価、そして運航速度と高度に関する飛行可能領域の拡大に向けた作業の3点を主眼とした機上作業が行われた。主翼は MD83 のものが、流用され、内部の構造などを MD83 のままとし、上面と下面の外板が、強化された。水平尾翼は基本的に、MD87 のものが、用いられた。従来機器を利用したため、操縦はしやすかった。客室の内装は一新され、座席上の手荷物入れが、大きくなり、ストレッチ下部には手すりが、追加された。2年弱かけて型式証明取得のための試験が実施され、1994年11月4日、FAA によって MD90 の型式証明が交付された。翌1995年2月24日、最初の顧客であるデルタ航空に対して初引き渡しが行われた。1995年4月2日、デルタ航空によって MD90 は商用運航を開始し、ダラス空港を拠点とした路線に就航した。1996年5月までに、デルタ航空に加え日本エアシステム等にも、機体引き渡しが行われ、17機の MD90 が、就航し、出発信頼度は、なんと異例な 99% ととんでもない高評な機体になった。就航当初は不定速低周波発電システムの、信頼性など電気系統に、関する問題があったが、マクドネル、ダグラスが対策を、いい出発信頼度の向上が、図られたほか、航空会社によっては発電システムを、他機種と同様のものに改修し、問題は全くのゼロとなった。日本の航空会社で唯一発注した日本エアシステムの MD90 には特別な塗装が、施されることになった。塗装デザインは、思い切ったイメージで、アピールしよう、と映画監督の黒澤明が、担当することになった。その塗装は名門監督が、担当したためか、人気を博し、また斬新すぎるデザインだった。虹をモチーフとした7種類の塗装パターンを設定し、7種類の塗装が完成し、16機すべてに特別塗装が施された。順調に見えた MD90。しかし1999年以降、航空会社からの受注は、とうとう全く来なくなってしまった。実は MD90 の設計中、エアバス社も A320 ファミリーの開発を時を同じくして進めていたのだ。1994年2月には、共同型の A321、1996年4月には、単同型の A319 の納入が始まってしまっていたのだ。また、ボーイングは737をさらに発展させることとし、1993年11月に 737NG の開発を正式決定していた。MD90 は、いくら低燃費、ハイテク設備といっても、元は30年前の DC-9 の発展型。新しいタイプの小型旅客機を求めていた航空会社は、もう MD90 に用事はなかったのだ。マクドネル・ダグラスはボーイングに、吸収合併されることとなり、1997年8月4日、合併作業が完了した。これは MD90 の生産終了も意味していた。1997年10月、MD90 の新規受注を、
停止して製造を終了することを発表した。マクドネルダグラス最後の旅客機 MD-90 の生産はここで幕を閉じたのだ。日本航空では2013年に運航を終了した。最後の1機が鶴丸塗装になったことで話題を集めたが、わずか変更後1年での退役だった。しかし、たった1社だけ MD-90 を運航し続ける会社があった。皆さんお察しの通り、中古機大好きデルタ航空である。デルタはダグラス製総発機が大好きなのか、DC-9 を退役まで30年以上使い倒したり、717を買い漁ったりと、ダグラス製旅客機が大好きなので、世界中から魔の手を忍ばせていつしか、デルタは世界で唯一 MD-90 を運航している航空会社になりました。デルタは最新鋭機を多数所有していますが、同時に中古機も大量に所有しています。デルタは中古機でも機内を積極的に回収して、顧客サービスに余ったお金を回したり、ただ単にコストカットのために中古機を購入しているわけではありません。もともとデルタはダグラス系旅客機を大量に運航していたため、整備ノウハウが通用する MD-90 を買い漁ったものと思われます。2020年のデルタ航空の平均期齢は約16年、他の航空会社に比べば以上の年です。デルタ航空は若干評判の良し悪しはあるものの、機材を大切に使うことに定評があります。社風は、質実剛健、と、なかなかなアメリカに派ないような考え方です。トライスターを2001年の退役まで大切に使ったり、世界中から757を大量に買い漁ったり、経営危機の際に社員が一人一人お金を出して買ったスピリットオブデルタを2006年まで約25年大切に使い続けるなど、保有機は最後まで大切に使うというのがデルタの思想です。そんなデルタでも中古機にさよならをしなければいけない時代がやってきたのです。中国武漢で発生している肺炎の原因とみられる新型コロナウイルスが日本国内で初めて確認されました。そう、新型コロナウイルスの猛威である。海外渡航が制限され、航空需要は大きく低減、各航空会社は大赤字を垂れ流し、世界の至るところで会社が倒産していきました。2020年4月には、ヴァージンオーストラリアが倒産、2020年5月には、アビアンカ航空が経営破綻、続けてタイ国際航空も経営破綻。2020年6月には、ノックスクートが倒産など、有名なフラグシップキャリアなども倒産し、航空会社は経費削減に追い込まれ、まだまだ使える機材の退役を早め、機材削減を始めました。デルタ航空においても機材削減が始まりました。5月にハトリプルセブンが全機退役、そして今回の主役、デルタの MD-90 にもその時がやってきました。2020年6月2日、ヒューストン発アトランタ機 DL90 便をもって、定期便として MD-90 の運航は終了した。この日をもって、マクドネル・ダグラス最後の旅客機、MD-90 の歴史は幕を閉じたのだった。生産機数は116機と、少なく、決して明記と言える生産機数ではない。しかし、彼らは低騒音、低排気であることが、挙げられ、地球に優しい旅客機、とも、言われた。以下の騒音規制の中で、累積騒音レベルは、MD-90-737-A320 の中で MD-90 が、最も小さかった。彼ら騒音の小ささは、抱きしんぐしていてもちょっと、気がつかないくらい、とも評価された。排気ガスについても、それぞれ以下の規制基準を大きく下回っている。ジェストの統合で受け継がれた MD-90 は日本航空で活躍していたが、2011年の東日本大震災の発生直後には、山形空港や花巻空港へも飛行した。前後の乗降扉にタラップを備え、貨物室までの高さが全機材で、最も低い MD-90 は、電力不足でボーディング、ブリッジなどの地上設備が使えない空港でも、乗客や貨物の積み下ろしができたため、震災直後の輸送に活躍した。生産機数が少なくても、メリットを活かして活躍し、人々の輸送を支えることができるのだ。
MD90。初飛行からたった27年で、世界の空を去ることになってしまった。結局はライバル機に負けた運命だ。では彼らは必要ない飛行機だったのだろうか？それは断じてない答えだろう。彼らの低燃費性は今でも、塗り替えられることのないエコな機体であり、日本の輸送の一時代を、担い、震災の復興輸送にも、尽力してきた功労機であることに、変わりはない。もちろん、彼らを必要としない航空会社もあった。むしろそっちの方が多かったかもしれない。その時代に人気のなかったダグラス機だから、時代に似つかない飛行機だったから、だから発注しない。それが航空会社の感想であろう。しかしデルタのようにダグラス制御各機に愛着を持ち、今でもダグラス系列を運航し続ける会社もある。さらに彼らは自身の欠陥や操縦性能によって起こった事故はゼロだ。3回起きた事故で全ての原因は航空会社の整備によるものであった。これは彼らに欠陥など何一つなく、事故を起こさない機体であるという何よりの証拠だ。今ではもう見ることのない MD90 だが、その技術は忘れられることはないだろう。